どうもアリスラジオのです。どうもネオです。ひろまるです。スンです。スーニーです。モニーです。おいたらトマカです。ザネです。はい、来たよ。おい、はい。我々、ウームをやめてですね。はい。早何ヶ月やったっけ？結構経ちました。何ヶ月経ちました？5ヶ月ぐらいじゃないですか？じゃあ。はい。やはりウーム散々お世話になってきてですね。はい。で、広告収益をね、はい、まあ、ウーム様にね、こう、献上してきた。献上納め続けてきたわけですけども。はい。献上ね。はい。で、まあ今、まあ今もう、晴れてじゃないな。いやもうだからさ、晴れてとか言ったらみたいなことになるやん。違うよ、曇ってるよ。一番だって長いこといたやん、ウームに。曇り空です。曇って。まあ今はその、まあ、ウームというね、親元から卒業して、非常にいい言い方しましたね。ウームさんにね、お金を、こう、与えてじゃあ、まあ、このね、ウーム様に今まで献上してきたお金、誰に渡したらいいのそれ教えてほしい、ほんまに。自分の教えてほしい、というわけで、まあ、今回は、はい、ウームにあげてたお金を後輩にあげようのコーナー。今日はやっぱ、花店チャンネル史上ね、もう最高額を叩きつけたいな。最高額、最高額、ハードル上げるな、ハードル上げるやん。アルワード、アルワードやな。負けた、アルワード負けた。ちょっと、今撤回しよう。はいはい、まあ、この感じね、はい、はい、でもあれですよ、疑心暗鬼ですよ、やっぱもう何かしらあるんじゃないかって。それは何、まあまあまあ、何もない、おっしゃる通り、おっしゃる通り、何もないわけがない。まあ確かに、まあまあまあ、ただですね、そうですね、一応動画撮ってるんで、まあやっぱ最低限のルールはいるじゃないですか、やっぱり。まあそうですね、まあいいでしょう。今回のルールなんですけれども、今回50万まで使って大丈夫です。え、それは一人全員でです。なんで1人10万ですけどね。はい、全員でです。じゃあ全員で50万。なっちゃったよ。じゃあ逆に言うわ、みんなで決めてみて。じゃあいったその金額で、何にちょっと言ってみて。確かに言っとけ言っとけ。何で希望でいくらか。じゃあ180万。1人30万。ちょっと今 YouTuber 魂いらんから今。じゃあ聞くなって話。じゃあピロマルいくら。お、さあ空気を読んで言ってみて。私全然使わないんですよね、普段。ってことは、ってことは210万。おい。じゃあ分かった、分かった。100万でいいじゃん、もう。おー、ちょっともう一度イラついたから。マジで交渉が決めました。25万。おい、総額100万円。お、はい、使ってもいいですが、大事大事。今回ルールなんですけれども、はい、6人でぴったり100万円を目指してください。100万目指す。そう、相談なしよ。そのなんか、それ目標だとして、なんかあるんですか。これね、例えば150万使っちゃいましたとなりました。その場合、それらのものすべて共有物になります。おお、だから自分のものにはならないってこと。それはもうだから言ったら、俺がメルカリで売ろうが文句言えない。確かに社長ですからね。そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうことやな。はい、でルール2つ目がぴったり賞はむずすぎるんで、むずすぎる、ぶっちゃけプラマイ10万ああの幅に収まっていれば、まあ一旦みんなのものに。なるほど、なるほど。じゃあ逆に80万ってもダメなんですか。80万ダメです。なるほど。みんなじゃあ8万は90から110万の間に収まっていれば、各自のてめえらのものだ。チキンのもダメ。なんかいや、だから6人とも40万ぐらい使って240万なくなる可能性だって一応あるから。うげえな、確かに。その下回どうするんですか、お二人。まあまあ頑張るわ、俺。まあ頑張るよ、それはもう頑張るけど。いやいや、やばいってそれ。はい、というわけで、メイクザポッシブルイズ最低賃金散財。ちなみにみんな今欲しいもんなんですか、ノイネさん。私はリュックが欲しいな。あ、リュック。いや、まあ、リュックだけではね。リュックだ。って20万でやったんで、リュック。でもさ、今ので大体相場感ちょっと推察できる。でもノイネが欲しいリュックが失敗したら、俺を使っていいんでしょ、別に。そうそう、そういうことですよ。そういうことだよ。皆さんリュックで、これ制限時間どうする。でもまあ3時間ぐらい取ってあげた方がいいんじゃん。そうやな、2時から始まったら5時までって感じね。え、一人で行くっすか。2、2、2。もう全員バラ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 。じゃあ相談な。皆さん楽しいな、これ。ちょっとピロマルがちょっと見物なのよね、まあ、一番みたい。いや、一人で、しかも一人でやっぱそもそもブランドハイブランド店で買い物できるのかという。まあ、ブランド知ってるんかみたいなとこありますから。そもそもブランド店で買い物したことないです、私。あ、でもこれミッションとして他のメンバーのやつも買っときて。あ、そうやな、タッツーとか。
それも含めて100万ね。あ、オッケーです。オッケー、それも含めて100万。でも、え、お前らあれ、だからこそ、いや、頑張らない。自分らが成功せんかったら、その子らにも迷惑がかかる。そうか。え、なんか、え、責任になったな。あれ？あ、追加ルールじゃ、ちょっと思いついたんで。思いついちゃった。90から110の間に収めるのは、ちょっとむずいかもしれんと。はい、まあ、正直ね、まあ、俺のシミュレーションの結果、まあ、まあ、というわけでクイズに正解した数だけプラマイの幅が広がるコーナー。イエーイ。え、クイズですか。もうなんとこの事態を予想して伝言さんが事前にクイズを考えてきてくれました。いやいや、あるかーい。全部クイズ考えて。今回のクイズは5ボンバー形式です。はいはいはい。まあ、要は答えが6つ以上ある問題用意したんで、まあ、5ボンバーの3つあるんです。問題3つで正解数が0問から4問だったら0万。だからもうそもそも何もなしってことはもう10万ってこと。プラマイ10万のままってこと。正解数が5問から9問だったらプラマイ3万追加。ウェイ。で、10問から13問正解で、プラマイ5万追加。13から17で、プラマイ8万追加。おお、なるほど。全問正解でプラマイ100万追加。おお、プラマイ100万追加。100万追加。え、それって全問正解。全問正解。全問正解。え、0から200。200万。上限で200万。頑張ろう。いや、いや、まあ制限時間40秒にしたけど。40秒、4秒追加。いきまーす。はい。問題。花伝の動画で現時点で500万再生以上の動画。6つ答えろ。テテテテルルルルテテ。そうちゃんのやつ。どれ。いっぱいあるわ。いっぱいある。いっぱいある。そうちゃんのやつで不正業者みたいな、あの悪徳業者みたいなやつ。はい、正解。イキリネさん30度かかと詐欺。正解。翔ちゃんのピザのやつ。フランス語ドッキリ。え、フランス語ドッキリ。正解。ヒカルさんの TikTok あざ笑うやつ。あー、ない。行こう行こう。違う違う違う。あと14秒。いや、まずい。一番有名なやつ。一番有名なやつ。じゃあ、理系単語東大のやつ。正解。いける。キムさんのイメチェン動画。うわマジ？マジ？正解です。正解。コンビネーションよくね、これ。これはね、すごっ。花野さん、これ嬉しいんじゃないですか。いや、これはでも嬉しいですね、個人的に。もう覚えてたから。まだいける、まだいける、まだいけるって。じゃあ次いくよ。よし、いけるよ、これ。いけるよ。問題。作るの意味を持つ英単語。はい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 。6つ答えろー。コンシスト、コンシスト。コンシスト入ってないんだ。ゲット、ドゥ、ノー。うわ、マジか、作る、うわ、やばい、これ、すいません、メイクお願いします、すいません、ごめん、出れこんかった。おい、頼む。20、クリエイト、20秒、うまい。ビル、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 どうし、ビルド、プロデュース、正解。ちょっと待って、いけ、あー、ごめん。あー、残念。メイクとクリエイトはやばいだろ。追いつかん。あとはマニファクチュア。マニファクチュア、工場設定工業。あれやと、あのままビルドと類義語でコンストラクトとか。あ、まあ一旦僕の財布は守られましたね。一旦僕の財布守られた。ピロマさん、ちなみに言ってました。うん。でしょ。確かに。今でも10個正解。今で10問正解なんで。ことは？この前5万は追加やから。もう今85から115。そういうことですね。いいよ、全然全然いい。あと4問正解でプラマイ8になります。なるほど。そういうのありますからね。若がてる。そういうのあるやん。そうです。最後制限時間1分にしてあげます。やった。いけたまでか。いや、やだし。で、最後の問題は答えが俺調べで7つしかなかった。7つ全問正解で、じゃあ200万。大丈夫、なんか。大丈夫、大丈夫、大丈夫、お前これ。問題。でね、前回のオリンピックのリオ五輪ではなかったけれども、今回のオリンピックで追加されたあるいは復活した新競技。いけるんじゃん。いける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 。6つ答えろ。出てた。BMW。間違えた、間違えた、なんだっけ、あれ名前が思い出せない。ソフトボール。マジで分からん。なんかスケートボードみたいな。
ぱいいける。パチパチパチ。よしよし、いけない。やばいやばいやばい。バスケ3-on-3。BMX、BMX。バイクの、バイクバイク。BMX あります。え？分かんない分かんない分かんない。ちょっと、シェア見てて、一旦次行って、ごめん。じゃあ、アルティメット。いや、俺マジやばい。ちょっと待って、やばいこれ。じゃあ、あの、ティクトクラム、覚えたの。テコンドー。何？え、ちょっと待って、マジで何？でも、マジでやばいかも。フットサル。あー、これやばい、これやばい。ソフトボールあったで。はい、やばい。ソフトボールあるから。お前、ずるいね。キックベース。どうどうまた俺くん。じゃんけん。やばい。いやまあまあまあ、4位いったよ。4位いった、4位いったってことは、ちなみに、BMX は2008年でした。あー、じゃあ、ダメじゃん。ってことで、3問。あということで、お前らは今回はプラ、85から115年。まあまあまあ、全然全然ありがたい。あとはサーフィン、スポーツクライミング、空手、野球、ソフトボール、バスケ 3-on-3。 バスケ 3-on-3 よく知ってたな。質問あるんですけど、ピタリ賞あったらどうなりますか？100万円ジャスト。え、仮にピタリ賞あったら、仮にピタリ賞100万円ジャスト。100万。それはもうね、全員の給料プラス100万。どうした何か。いや、お前自分が言ってること理解してる？とんでもないこと言ってんだよ。まあ、それ払えんねやったらええけど。99万5000円から100万5000円までにします。あ、じゃあ200ピン賞。200ピン賞。はい、プラス、はい、プラス俺はもう1ヶ月、あ、メンタル病んで1ヶ月 YouTube 休止。いや、それほんま、いや、それさ、マジでやめてよ。もうほんまにやめて。それ一番、もうや、だったらやめたよ、俺。はい、というわけで、戦場に着きましたー。はい。じゃあ今からね、勝負が始まりますけれども、まあ、俺とお前のお前らのバトル、俺は願ってるよ。願うことしかできない。願ってますよ。なんならこの企画しょっちゅうできひんから、ニアピンとか見てみたいもん俺。確かに。いや見てみたい、これほんまニアピンとか見てみたい。マジでピタリ目指しますよ。目指しますよ、ほんまに。ほんまピタリできひんかったら、ちょっと今後1ヶ月顔見たくないかもしれない、お前らの。ハードル高い。いいんすか、いいんすか。クリアしたい、いやクリアしたい。85から100万円ですね。親の気持ちとしては。そりゃそう。はい、というわけで皆さん、おのおのね。はい。頑張ってください。じゃあ制限時間は今から3時間ね。はい。さあじゃあ行きます。夏の爆買い企画、よーい、スタート。さあ、さらば、3時間後に会おう。人気は全員ぼっちで、ぼっちでやってくださいね。はいはいはい。なるほどね。ひろまるさんの後ろ、めちゃくちゃ不安そうですね。こいつ、あいつマジ慣れてへんからな。さあ、ピノマルさんはまだハイブランドを自分で買ったことがないという情報がありますけれどもですね。さあちょっとどういう店、どういう靴を見物なんで、ちょっと続いてみてみますか。ちょっと続いてみましょう、これおもろいんでね。はい、ピノマルさんすごいおしゃれなんですけどね、ブランドとかはまだ全然ブランドを理解してないようですね。え、これちょっと知ってるブランドないんですけど。いやいやいや、ちょあるやん。じゃあ裏側にもあるで、裏側にもまだあるで、ほら別のブランド書いてあるで、ほらあるやん、ほらバレニとかあるやん、ほらグッチ、ジバンシーとかあるやん、あるやん、この辺。知ってます。アルマーニあるやん、アルマーニ知ってます。あー、よかったな。三段見えたってこと。いやいや、まだいろいろ見たい。ちなみにどういう作戦なんですか。作戦ですか。されるチームどういう作戦なんですか。されるチームは、まあ人数で割ると、まあ大体6万、7万ぐらいなんで、なんでまあ20万弱ぐらい僕が使えばいいんじゃないかなと思ってます。なるほどね、まあ。はい、ということで、どっちに触れよっかな。どっちに触れた方がいいんだろう。いや、これな。いや、その、あんまりちょっと上行きすぎるの怖いんだよな。下行くか、下行くか、俺。下行くか。いや、どっちだろう。うわ、わかんねー。はい、というわけで、僕の作戦なんですけど、多分ね、タルエルとオッティは、ちょっといいやつになる、なるんですよね。で、ひろまるさんはやっぱちょっとひよりそうな感じがあって、ヌエリンはまあちょっと使いそう、ぴったれみたいな言うので使いそうで、スンは普通に自分のものをちゃんと買いそうっていう、だから買って自分もまあ欲しいものがあれば買うぐらい、あまり考えずに、あまり考えずに平均を狙っていこうかなと思います。オッティ選手は作戦なんなんですか。出会ってしまいました。僕はとりあえずちょっと平均でいこうかな。17、18万ってこと。そうですね、17、18万持ちがあって、はいはい、僕はルントーと浜さんの分を買うので、まあ、そこに6万ずつぐらい使って、で余ったお金で調整しようかなと。なるほどなるほど。いや、そうなんです、ね、強いブランド。じゃあちょっと頑張ってください。はい、じゃあお疲れ様です。また後でお会いします。わかりました。
はい、ということでちょっと落ち着かないんでね、この端っこのベンチに座って喋ってるんですけれどもやばい、孤独や。はい、まあ、私はですね、まあ、特に欲しいものが、まあ、ないので、100万円を14人で割ったら1人7万円なんですよね。だからその、まあ、とりあえず1人7万円分を無難に買い物しようかなと思います。うわ、おもんねえ、自分おもんない。はい、ということでここに来て私初めてなんとお買い物をしました。それがこちら、スタバ切っちゃいました。いや、いろいろアウトレット結構何周もして、ちょっとね敷居が高すぎて、ちょっと私にはまだまだ早すぎたんで、一回なんか地元に帰って落ち着きたいなと思って、一旦心を落ち着かせようかなと思います。ということでキャラメルフラペチーノです。花輪さん、伝言さん、いただきます。はい、はいはいはい、ちょっと何持ってんのそれ。いや、ビビッと車あったんで、はいはい、ちょっと買っちゃいましたね。やってもうたなお前だってこれだけで結構な値段いったんちゃうかって見た目には思うで。はい、ということで買っちゃいました。こちら来ましたね。プラダで見てこういう、普段プラダとか買うんすか。いや、でプラダのこと初めてです。初めてです、これプラダのもの。はい、というわけでまこさんのプレゼントにフェラガモでシルバーアクセサリーを買いました。イエーイ。今から自分の財布をちょっと見て買いに行きたいと思います。コーティさん、これありがとうございます。いやいや、全然全然ありがとうございます。これ100万から出すんですよね。100万はもともと炎天下の金ない。ホッティにコーラを買ってもらいました。後輩に。いやいや、情けない先輩です。おー、びっくりした。何それ。買いました。でもまだ全然金使えてないんちゃう。いや、もう現時点で1万6000円です。1万6000円。まあ、なるほど。あ、面白いね。残り1時間ぐらいなんやけど、残り1時間の計画は。やばいですね。タッツの時計を探してて今。時計ね。そうそうそう、時計のブランドを見に行こうとしてる。時計のブランド、いや難しいですよこれ、ほんまに。いや、でもタッツに欲しいもの聞いたら、うん、木製の時計って言われます。木製、なるほど。木製の時計ありますかね。あるか分からんけど、まあ、でもそれは大事なのは、仮に木製の時計なかったとしても、はい、フィロマルの気持ちでタッツへのプレゼントを買うってことが大事だから。なるほど、ちゃんと時計を選んであげるっていうことが必要。なるほどなるほど。いや、でもめっちゃ喜ぶと思うね。ですよね。しました。こちらがあの領収書でございますね。クレジット爆買い終了。おい、はい、皆さん満足しました。いや、大満足、大満足、1年分の満足しました。もう俺のものだいやでも、まあ、まだ分からんからな、それお前のもんかどうか。俺らのもんの可能性あるからな。もうでも花輪さん、天狗さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも一番感謝しなあかんのはウームの方々ですよ。逆にね、これは忘れてはいけません。それは間違いない。まあ、ちょいちょい見回ってたんですけど、はい、男子軍はやっぱさすがに買い慣れとったな。でもな、いや、そう、間違いない。もうなんかそんなことないですけど。でもあのピロマルさんの顔が忘れられへんねんの。いや、そうなんよね。ピロマル満足で買い物できたん最終的に。学びは得られました。そういう感じだ。学び、別に別に、まあ、お前だけで完結すんなよ。ここそうなんだ。お前の中の学びよりも、あの今まで全員勝つことだけ考えてるから。なんかワンチームですから、ワンチーム。手紙を品数6点、はい、ハイブランド。お前やったな。ここでちょっと楽しくなっちゃって。おーおー、そっからや。
ここ皆さんの、はい、今日一日の成果、ゴー！